中区の栄小学校で行われた終業式にはマスク姿の児童およそ170人が参加。松山清美校長が自分で考えてより良いと思うことを進んでやりましょうと呼びかけました。3年ぶりとなる行動制限のない冬休み、児童に過ごし方を聞きました。冬明けと明日、おじいちゃんおばあちゃんに行って一緒に過ごすことです。明日クリスマスイブじゃないですか。だから友達とクリスマスパーティーをするのが楽しみです。おばあちゃんの家に行きます。奈良です。バスケのグッズをもらって、それでバスケの試合を見に行くのが楽しみです。出雲大社に行きますね。好きな人と付き合えますようにとか